接合金庫は、接合金門の中の分類群の一つ。接合金門のうち、一般的なカビに類するものが含まれる。ただし、金塊全体にわたる分類体系の見直しの中、2010年現在で、この綱そのものを解体する案が浮上、有力視されている。そのため、以下の記述は、この件に関するもの以外は、過去の分類体系によるものである。 一般的には菌糸を形成する糸状菌である。菌糸に核壁のない多角体の菌糸体を形成するのが原始的なものと考えられる。結果ビなどは太くて先端が細く樹脂状に枝分かれした菌糸を作り、古くなった部分や生殖器官の位置にだけ核壁を生じる。鳥持ちか目のものは非常に細い菌糸を出す。キクセラメやディマルガリス目のものは 比較的一定の太さで規則的な隔壁を生じる。生えかび目のものは菌糸があまり発達せず、太短い棒状の構造に留まる例もある。鳥持ちかび目の内部規制のものにも菌糸がほとんど発達しない例がある。無性生殖は、胞子脳胞子分生子などによる。有性生殖は、菌糸か、それに由来する配偶子脳が互いに接触し、融合して、 接合方子を形成することによる。接合方子は接合子式の内部にただ1個だけ作られる。多くの場合、接合法子のはほぼ休憩で厚い壁を持つ。その内部では、両者の核が融合し、その後減数分裂を行い、その中から一つの核が発芽に預かるが、このあたりの経緯にはいくつかの型がある。接合と接合子式を形成にはいくつかの型がある。 なお、単独でも、接合方式を形成するものを自家和合成。特定の株同士でなければ接合しないものを自家不和合成というが、後者に属するものがかなり多く、未だに接合の様子が知られていない。分類群も多い。個実体は厚木毛カビ目などで知られる。丸くて小さいものである。様々な性格の菌止が含まれる。2000年代初頭において、 約1000種ほどが知られる。1980年頃までは大きな菌子体を作る通常のカビ的なものを毛カビ目にまとめ、菌子体があまり発達しない昆虫寄生のものを生えカビ目、線虫やアメーバなどに寄生する小型のものを取り持ちカビ目とし、この3つで接合均衡を構成させた。1990年代においては普通は以下の7目を認めた。 2000年代初頭において、戦術のようにグロ娘の独自性をさらに強く認め、独立門とする説なども認められつつあった。また、ハエカビ目に含まれている、不正菌のバシジオボルス類、ケカビ目に含めていた、腐れケカビ類は、独立目とする説が浮上している。また、これまではこの類とは、関係を取り沙汰されていなかったもので、新たに問題となっているのが、ゲオシフォンである。 これは土壌性で農場の藻類様の生物で、実は菌子内に卵巣が強制するという妙なもので、胞子などの菌類的な生殖器官は一切発見されておらず、分子系統のデータのみからグロムス類との関係が示唆されている。さらに2007年の英国金額解放での発表では、接合金庫そのものが解体され、その存在が認められないことになった。 この体系では、以下のような形になっている。なお、ハエカビモクに所属させていたバシジオボルスは、接合金類とツボカビモンをつなぐ存在ではないかと、されたこともあるが、現時点では、ところぞく不明との扱いになっており、ハエカビアモンに含めていない。ありがとうございます。